ロードレース世界選手権、ロードレース世界選手権のレギュレーションロードレース世界選手権のレギュレーションでは、ロードレース世界選手権の規則などについて書き記す。押し掛けスタート押し掛けスタートとは、あらかじめギアを一足、または二足に入れておき、ライダーがクラッチレバーを握って、クラッチを切った状態でマシンを押して、前へ動かし、ある程度スピードが出た時点で、クラッチレバーを離して、 クラッチをつないでエンジンを始動させてスタートするスタート方式のこと。押し掛けスタートは1986年を最後に廃止され、クラッチスタートに移行した。押し掛けスタートではエンジンが始動したらマシンの飛び乗ることになるが、飛び乗り方には主に二つのやり方がある。その一つはすぐにマシンにまたがる飛び乗り方で、フレディスペンサーはこのやり方である。 もう一つはマシンにまたがらずに横乗りする飛び乗り方で、片山高沈みはこのやり方である。横乗りの利点は、スタートに失敗してエンジンが停止した場合に素早くマシンから降りることができるので、再度押し掛けするまでの時間が短いことである。またがった状態でエンジンが停止すると、マシンから降りるまでの時間が横乗りの場合よりもかかり、その分だけタイムロスになる。 一方、すぐに、マシンにまたがる飛び乗り方では、加速しながらまたがるように乗り換える横乗り方式に、比較して、より早く、シフトアップも含めた、フル加速状態に持ち込めると考えられる。片山は押し掛け前の準備として、ピストンを上視点付近まで上昇させていた。ギアを入れて、クラッチレバーを離し、クラッチをつないだ状態でマシンを後方に移動させると、 マシンの動きが重くなる位置がある。そこが、ピストンが上視点付近まで上昇して、シリンダー内部が圧縮された位置で、この位置から押し掛け、スタートを始めるようにしていた。押し掛けスタート時はマシンを前方に押し出すので、シリンダー内部の気圧が低下する方向にピストンを動かすことができ、シリンダー内部で圧縮されていた気体による圧力が、ピストンを押し下げるので、 マシンを前方に押し出しやすい。押し掛けスタートでは、後方のスターティンググリッドからスタートするライダーは、前方のライダーがスタートに失敗した場合に備えて、最新の注意を払う必要がある。1986年第一戦スペイン GP250CC クラスのスタートでは、平忠彦が、後方からスタートしたライダーに衝突されて、足を骨折する事故が発生し、 レッドフラグが振られ、レースが中断する事態になった。クラッチスタートクラッチスタートとは、あらかじめエンジンを始動させたマシンに、ライダーがまたがって、スターティンググリッドに並び、クラッチレバーを握って、ギアを入れた状態で、スタートの合図を待ち、シグナルが青になったら、クラッチレバーを離してスタートするスタート方式のこと。1987年から、 従来の押し掛けスタートに変わって、クラッチスタートになる。ロードレース世界選手権では、各決勝レースの順位ごとに、ライダーとメーカーが獲得するポイントが定められているが、ポイント制度は改正が行われており、主な改正は次の通り。1949年1949年シーズンの制度では、ポイントは、決勝レースで5位以内に入ったライダーに与えられる。 ファーストストラップを出したライダーにはさらに1ポイント加点される。選手権はシーズン前線の中で高ポイントを獲得した参戦の合計ポイントで競う。今シーズンは 500cc クラスは全6戦 350cc クラスが全5戦 250cc クラスが全4戦 125cc クラスが全3戦 1950年1950年シーズンの制度ではポイントは決勝レースで6位以内に入ったライダーに与えられる。選手権はレース数が3戦または4戦の場合は全戦で獲得した合計ポイントで競う。5戦以上ある場合はその中で高ポイントを獲得した4戦の合計ポイントで競う。今シーズンは 500cc クラスが全6戦。 350cc クラスが全6000、250cc クラスが全4000、125cc クラスが全3000。1951年から1957年、1951年から1957年までの期間の制度では、ポイントは決勝レースで6位以内に入ったライダーに与えられる。選手権はレース数が3戦または4戦の場合は、 全戦で獲得した合計ポイントで競う。5 0から7 0の場合はその中で、高ポイントを獲得した4 0の合計ポイントで競う。8 0以上ある場合はその中で、高ポイントを獲得した5 0の合計ポイントで競う。1958年から1968年、1958年から1968年までの期間の制度では、ポイントは、 決勝レースで6位以内に入ったライダーに与えられる。選手権は最低3戦のレースで獲得したポイントで競う。3戦の場合は前戦で獲得した合計ポイントで競う。4戦以上ある場合は前戦の中で高ポイントを獲得した X 戦の合計ポイントで競う。選手権で有効となるレース数 X は 全レース数 t を2で除算した値に1を加算後、小数点以下を切り捨てた、整数値。ポイント制度とレース数は次の通り。1969年から1975年、1969年から1975年までの期間の制度では、ポイントは、決勝レースで10位以内に入ったライダーに与えられる。選手権は競う上での有効ポイントについては、 変更なし。ポイント制度とレース数は次の通り。1976年1976年の制度では、ポイントは決勝レースで10位以内に入ったライダーに与えられる。選手権はシーズン前半とシーズン後半の2つに分けて有効ポイントを算出し、その合計ポイントで選手権を競う。各シーズンは最低3戦のレースで獲得したポイントで競う。 3戦の場合は各シーズン前戦で獲得した合計ポイントで競う。各シーズンのレース数が4戦以上ある場合は、前戦の中で高ポイントを獲得した X 戦の合計ポイントで競う。選手権で有効となるレース数 X は、全レース数 T を2で除算した値に1を加算後、小数点以下を切り捨てた整数値。各クラスの全レース数は、 500cc クラスが全10戦 350cc クラスが全10戦 250cc クラスが全11戦 125cc ク,クラスが全9戦 50cc クラスが全9戦1977年から1987年1977年から1987年までの期間の制度ではポイントは 決勝レースで10位以内に入ったライダーに与えられる。選手権は全レースで獲得した総計ポイントで競う。またこの期間には、1982年シーズンを最後に 350cc クラスが廃止され、1983年シーズンは、500cc クラスと 250cc クラス、125cc クラス、50cc クラスの4クラスの開催になる。 そして、同シーズンを最後に 50cc クラスが廃止となり、1984年シーズンからは 80cc クラスが開催され、500cc クラスと 250cc クラス、125cc クラス、80cc クラスの4クラスの開催になる。 1988年から1990年1988年から1990年までの期間の制度ではポイントは決勝レースで15位以内に入ったライダーに与えられる選手権は全レースで獲得した総計ポイントで競うまたこの期間には1989年シーズンを最後に 80cc クラスが廃止され1990年シーズンは 500cc クラスと 250cc クラス、125cc クラスの3クラスの開催になる。1991年1991年の制度ではポイントは決勝レースで15位以内に入ったライダーに与えられる。選手権は全レースの中から低ポイントだった2戦を除外したポイントで競う。1992年1992年の 制度では、ポイントは、決勝レースで10位以内に入ったライダーに与えられる。選手権は全レースで獲得した総計ポイントで競う。1993年から2009年、1993年から2009年までの期間の制度では、ポイントは、決勝レースで15位以内に入ったライダーに与えられる。選手権は全レースで獲得したポイントで競う。 ウェブサイト書籍レギュレーションモートジッピー公式ウェブサイト国際モーターサイクリズム連盟ウェブサイト新聞出版社放送局などのウェブサイトありがとうございます